うおぉ、かっこいい。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやっさんや世良会長が残してくれたものを守る。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。藤田美代でございます。というわけで本日も龍が如く極み第13章戦いの果てやっていきましょう。こちらの動画は以前投稿していた龍が如く極みを改めて再収録している動画となっております。というわけで、ついに最終章ですね、やっていきましょう。スターダストに行くところです。 OK、 じゃあ行きましょう。いや早かったですね。よし、キリュウさんこっちです。言うよ。ああ最後まで世話になっちまってすまないな。本当にいつもお世話になっております。そんなことはいいですから、何かと必要だと思って。うん、これホスト仲間からの気持ちです。うー、めちゃめちゃもらっちゃった、申し訳ない。そうか、すまないな。ありがとうございます。はい、最後の自由時間ですね。まあまあ、もうクリア済みのデータですので、今これは関係ないかなと思いますが、うん、まあじゃあここで本来なら最後の自由時間で、まあ、サブストーリーやったりレベル上げやったりっていうのが本当に最後だよっていうことですね。うん、まあそう、私はクリア済みなので、じゃあこのまま行っちゃいましょう。よし、じゃあもう一回話しかけて、お、大事な戦いの前に休んでいきますか。あー、これ時間変えるやつか。あれ、もう、あ、カズキさんに話しかけるのか。ちょっと待ってね。もう準備は整いましたか。あ、そうね、オッケーオッケー。そしたらじゃあ、あ、もう大丈夫だと。ああ、もう大丈夫だ。うん、そうね、そうか、時間変更が分かりました。できたのか。キリュウさん、もう俺たちにできることはありません。うん、月並みなことしか言えませんが頑張ってください。ありがとうございます。ああ、分かった、ありがとうな。なんだか外の様子がいつもと少し違う感じがします。はい、気をつけてください。どうしたんだろう。さ、またこれはいいシーンだね。あそこにお母さんが。うん、そうだ、やっと会えるな。おじさん、私なんて呼べばいいんだろう。そうだよね、弓お姉ちゃんって呼ぶのか。お母さんでいいんだ、はるか。うん、さ、来ましたね。何やら不穏な感じですけども。おっと、何者かが忍び寄る。おじさん、キリュウ、大変。あんたやら、登場界の四代目から直々の褒美が出る。おっと、四代目、金持ちいいも女もな、何年ぶち込まれても釣りが来るぜ。本当に？今夜は暑いぜ。大丈夫？保冷剤いる？なんせ殺しのお墨付きだ。ヒエピちゃんいる？次期会長、錦山さんのな。おっと、錦、早いね、気が早いね。はるか、心配するな。何があってもお前を守る。かっこいい。必ず弓に合わせてやる。うん、そうね、信じてくれるな。うん、やっつけて、おじさん。ああ、もう頑張っちゃう。おじさん頑張っちゃう。手加減はしねえ、死にてえやつだけかかってこい。かっこいい。ここはすごい、また好きな、まあきっと皆さん好きなシーンだと思うんですけどね。好きなシーンの一つですね。オッケー、じゃあこんな雑魚どもはサクッと倒しちゃいます。オッケー、倒しました。第2弾ですね。これ第何弾まで来るんだ。第3弾ぐらいかな。めちゃめちゃいっぱい来た。あれ、君さっきいなかったっけ。君さっきいなかったっけ。オッケー、第3弾来ましたね。みんな同じ感じで追加されていく。お、あ、なんか生かしたチェックのバンダナつけてますね。あ、なんかちょっと強め、ちょっと強めかな。まあまあサクッと倒しちゃいましょう。あ、はるかちゃんそんなところに。よいしょ、オッケー、倒しました。第3弾までありましたね。バケモンだ。これからなの。これからなの。そして第4弾目。
めちゃめちゃくるじゃん。これで終わりなのかな。第4弾で終わりかな。ちょっと忘れちゃったけど。OK、 倒しました。これで終わりかな。第4弾。お、伊達さん、なんだ、お化けか、ゾンビか。お、学生運動の残党か。調べてますね。こいつは神宮、神宮とセラさん。お、須藤さん。須藤、めちゃめちゃ明るいね、その懐中電灯。あんなに明るくなるの、懐中電灯って。うん、 OK。 ちょっと一回セーブしようかな。セーブさせてください。しかし不思議な感じだぜ。お、喋り出した。今一緒にいるお前がユミの子供なんてな。あ、あったね、こんなセリフ。ずっと昔からお母さんと友達なの。そうだね。ユミが歩いても平気？今のお前より小さかった頃からな。うん、そうだったんだね。ついてくる。そんなユミが母親になった。ついてくる人が。時が経つのは早いもんだ。オッケー。そういえば走りながらでも大丈夫。お母さんがひまわりに手紙を持ってくる時ね。うん。いつもその手紙を声に出して読んでくれたんだ。そっか。ユミの自分の気持ちが綴られた手紙だったんだな。うん、すごく優しい声で読んでくれた。じゃあ今度は本人の口から直接聞かせてもらおう。雑魚が追いかけてくる。手紙越しじゃない、ありのままのユミの気持ちを。そうだね。今左下のマップにさ、すごいこう一列になって雑魚が並んでた。よかった、逃げ切れて。よし、じゃあ入りましょう。そうだね。でもはるかちゃんは会ってたんだね、お母さんにね。おっと、何やら。隠れてろ、はるか。うん、危ないからね。すでに待ってますね。ひなは封じられたい人が待ってますよ。ほらほら、あんなにいっぱい。ひなは封じられたい人が待ってますね。封じてあげましょう。こそこそしねえで出てきやがれ。かっこいい。迫力が違うのよ。やっぱり覚悟決まってる人のね、お、MIA。迫力が違いますよね。ひなは封じよう。とりあえずね。甘い辛いスパイ。ほい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 、痛い。ちょっと調子に乗りました。オーケー、倒したかな、これで。まあまあまあ、まだ上にいっぱいいると思うんでね。ビル登る系ですから、どんどん敵が出てくると思いますが。お、いるね。おお、いつの間に目の前にみんな瞬間移動してきた。やだ、投げナイフの人。これ、いってらっしゃいできるっけ。いってらっしゃい、できたできました。いってらっしゃい、あの基本的に一撃だからいいよね。ヒートアクションはたまに倒しきれない時あるけど、いってらっしゃいは一撃でしょ多分。だから みんないってらっしゃいしよ。ほら、あー、痛い痛い、ヒートゲージなくなっちゃう、やめて撃っていいのは撃たれる覚悟があるやつだけだと思ったら、またやってきた。いっぱいやってきた。あ、いっぱいじゃないか、一人か。一人だけやってきた。お、MIA サージェントがやってきた。よいしょ、君はナイフの人。あ、極み出せる。オッケーオッケーオッケー。ちょい強か。いわゆるちょい強っていうやつで、ちょい強なだけであってとても強ではないってことねちょい強ですから。虎落とし練習しとこう。虎落としの練習台ありがとう。で、この辺もらってく？あ、これ入ってないか。まあ、もらってってもなくなっちゃうかもしれないけど。めちゃめちゃいっぱいいるよね。どれだけいるの？みんな同じような人っていう。よいしょ。おっこいせ。まあ、2発しかないけど。極み出せない。いってらっしゃいしようか。はい、いってらっしゃい。あ、いってらっしゃいじゃなかった。
それ何、消化せんどん消化せんどんだったかな。 OK、 トラ落とし練習させてもらいました。そんでもって下に下がりまして、エレベーターかするとまた来ると。おお、何よりちょっと強そうな、ちょちょい強ぐらいが来ましたねちょちょい強ぐらいが来ました。痛い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 、よいしょ。こう、いってらっしゃいできないじゃん。痛い、下に下がってきちゃったから、いってらっしゃいできないでしょ。 OK、 倒しました。皆さんが持ってきてくださったハンドガンで倒せましたよ。ありがとう、武器をわざわざ持ってきてくれたんだね、助かる。よし、行きましょう。ドゥ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 、お、ここの60階だったな。うん、今度こそいるよね、私のお母さん。そうだね。ああ、風間のおやすさんが言ったんだ。おやすさん、間違いない。風間のおじさん、お母さんをずっと守ってくれてたんだよね。そうだね。ああ、俺たちが子供の頃からずっとな。確かに。そっか、風間さんは私のお母さんにとってもお父さんだったんだね、うん、ちょっとしか会えなかったけど、すごく優しい人だった。そうだね。おじさんも大きくなったハルカに会えて喜んでいたはずだ。うん、もっといろんなことおしゃべりしたかったな。うん、そうだね、まあ、つまりはおじいちゃんみたいな感じだもんね、ユミちゃんにとってお父さんならば。急ぎましょう、伊達さん。お、須藤、お前、時間がないです、早く。どうした？須藤、お前、こんなことして大丈夫なのか。横浜で伊達さんに言われて気になったんです。うん。それで自分で神宮を内定してみたら、神宮が世良とつながっていることが分かりました。はい。あの100億は神宮の金だったんです。それは分かってる。そうだね。ですが、私にはもっと別の裏があるように思えるんです。うん。神宮はあの金を取り返して何に使うのか。神宮の本当の目的か。はい、うん、別の組織とつながっているのかもしれない。東条会と MIA、 それ以外の組織の影を感じるんです。あら、刑事の勘ってやつか。ええ、まあ私も伊達さんの弟子ですから。うん、この二人、私たちも自分の目で確かめに行きましょう。意外と仲良しよね。いいですね、この伊達須藤コンビも結構好きよ。さあ、アレス着きましたね。お、そうだね、懐かしいね、あの写真を見に来た時が。うん、そうだよね、誰が来るか分かんないもんね。さあ、来ました。カン、ユミ、カズマ、うん、はるか。はるか。うん、分かってる。はるか。お母さん。お母さんなんだよね、はるか。ごめんね、辛い思いさせてごめんね。お母さん、私ね、お母さんね、本当はあなたと一緒にいたかった。でもね、自分がお母さんだっていうことができなかったの。うん、いいよお母さん、分かってるから。私嬉しいよ、おじさん。よかったな、はるか。お帰りなさい、カズマ。ああ、遅くなって悪かったな、ユミ。ん？いや、ここも何度見ても泣けるわ。泣いちゃったね。きっと彼が来たのよ。彼が奪われたものを取り返しに。ああ、涙が何度見ても泣けるわ。
いやいいですね。まあ久しぶりじゃないか。よくなくなっちゃうんだけどね。それにハルカ、悪いやつが来ました。お前が神宮。神宮、こうして会うのは初めてだね、桐生一馬君。はじめましてと言うべきか、さようならと言うべきか。おっと君には苦労させられたよ。100億を取り返しに来たのね。うん、ああそうだ、当然の話さ。それはもともと私の金だからね。それに他にもいろいろ処分しに来たのさ。やだやだ。何？あ、危ない。そうだったね。チング、お前バカな男だ。まあヤクザなど皆こんなものか。お前どうして、うん、どうして自分の娘を撃てるんだ。仕方ないことさ。その子供は私にとって邪魔者でしかない。私の今後、いやこの国の今後のためには必要のないものなのだよ。お前がなっていう。自分が愛した女取ってきた子どうしてそんな簡単に。カズマ、この人にはそんなこと言っても無駄よ。この人の頭の中にはそんな感情はないの。自分が出世することしか考えてない。何を分かったようなことを言ってるんだ。私に捨てられた女に何が分かるというんだ。知ったような口を叩くんじゃない。私には分かるわ。どうして世良さんがあなたを裏切ったか、うん、あなたは国のため政治のためといって全てを切り捨てて生きている。でもね、それは全部言い訳。結局は自分がのし上がるための理由でしかない。そんな信念はすぐに嘘と分かってしまう。ふざけるな。お前や世良ごときに私の何が分かるというのだ。ユミ、怖い。あなたには何を言っても無駄ね。自分が恥ずかしくないの。ずいぶんな言いようじゃないか。でももうそんなことはどうでもいい。ここでお前らは終わりなんだからな。あ、やっと動いた。そうかな、横の人。まだ終わってへんのちゃうか。お、寺田。寺田さん、これで力は五分五分や。おー、かっこいい。風間さんの意志はまだ生きとるんやで。うん、そうだね。なにおかしい。これだから頭のない極道は困る。やる。どういうことや、お前ら。そうだったね。あなたまさか。そうだよ、私は東城会から近江連合に鞍替えしたんだ、うん、バックの組織をな。なんだと。私は着々と進めていたんだ。東城会を捨てて近江連合と協力関係を築く計画をね。はい。そんな話俺は知らんぞ。当たり前だ。お前は近江連合の五代目に踊らされていただけなんだからな。もう一年前から話は進んでいたんだよ、うん、五代目と私の間でね。私はチョップ、セラが私を裏切ることは分かっていた。彼は融通の利かない男だったからね。そんなことないよ。理想を求めずっと私を支援してきてくれたが、結局は現実の前にくじけたんだ。現実だと。ああそうだ、君らに政治の話をしてもわからないだろうが、国を動かすには金と力が必要なのだ。横の人また動かないな。私にとって彼はその力だった。気になっちゃう。だが彼は変な信念のために私の理想から離れていったんだ。変とか言うな。数年前殺してくれたと思っていたユミが生きているということを知った私は、セラ、いや東条会を捨てる腹積もりでいたんだよ。それでお前は近江連合にすり寄った。そうだ、うん、私は近江連合に話を持ちかけた。近江連合としては私の政治力は魅力だ。政治と裏社会、この二つを牛耳ることができたら日本を操ることなど造作もないことだからな。もしかしてこの100億は。ああ、近江へと渡る、うん、私としては
搭乗会も潰れてくれて、まさに一石二鳥というわけだ。はい。じゃあ錦も踊らされてたっていうのか。そうだよ、うん、彼に100億の話を吹き込んだのは私だ。出世欲に取り憑かれた若造に餌を見せて動かしただけだ。彼は見事にその役目を果たしてくれた。セラノー暗殺から内部抗争までね。そしてさらに嬉しい誤算があった。君だ。君が現れてくれたおかげで搭乗会は崩壊寸前だ。本当にお礼を言いたい気分だよ。チング、貴様。悔しいだろう。だがな、もう遅い。私は近江連合と手を組み、日本国のトップに立つ。近江連合は裏社会を統一し、その全ての力を私が得る。私の理想が叶うのだ。どうでもいい。そんなことはさせないわ。何を言っている。動くな。指。もうこれであなたは私を撃てない。これが爆発すれば店の中にある100億も一緒に消えてなくなる。そうだね。私は100億をあなたには渡さない。一緒に爆発してこの世から消すわ。何をバカなことを言ってるんだ。そんなことをして何のメリットがあるというんだ。何にも分かってないのはあなたね。人間はそんな損得感情だけじゃ動かない。もっと熱い、もっと強い気持ちがあって初めて動くものなの。うん。昔のあなたにはそんな気持ちがあった。だけど権力を持つことや出世することにあなたは溺れたの。何を今さら。何を言ってるんだ。かっこいいね、ゆみちゃん。カズマ、ハルカをこっちに。これでユミとハルカには手出しできねえな、ジング。うん。なあ、ジング、セラ会長はな、あんたが何を考えているかなんてお見通しだったんだよ。何？会長はあんたに気づいてほしかったんだ。昔の強い信念があった時のあんた自身を。だから自分の命を危険にさらしてまで100億を盗んだ。あんたから取り上げようとしたんだ。そうだね。バカな。何を根拠にそんなことを。出た。伝説だ。風間さん、食べます。いや、風間さん。セラ、お前これ名前が入ってねえじゃねえか。風間さん、俺は本来搭乗会仕切る器じゃありません。うん。金儲けしかできねえヤクザです。アトメは風間さんが決めてください。はい。搭乗会を、極道の未来を託せる男。遺言状だと。かっこいい。ああ、あんたは遺言状の存在を錦にちらつかせ、内部分裂を画策したんだろうが、本当にあったんだよ。うん。会長とおやつさんが命がけで残したんだ。うるさい。セラメ、この後に及んで私を舐めるような真似をしよって。そんなもん今となってはただの紙切れだ。俺が死ねば。かっこいい。だがそうはさせねえ。俺は風間のおやつさんや世良会長が残してくれたもんを守る。俺は搭乗会四代目桐生一馬だ。おお、最高。最高。なんかここ泣いちゃうよな。なんか別に涙が出るシーンなのかわからないんだけど、なんかここ泣いちゃうんだよな。迫力にやられるのかな、わかんないけど。あの BGM もさ、だんだんあのちゃんとあの盛り上がっていく感じに、なんていうの、なっててさ、それがなんかいいよね。いや、でも私なんか神宮のあのなんかもういかにも弱そうな悪者感結構好きですけどね。あれはあれでみたいな。オッケー、ザコはサクッと倒しちゃいます。
オッケー、いた、押しました。すごい木に吹っ飛んでいった。突っ込んでいったか。さすが、一人でよくもそこまで頑張れるものだな。また横の人たち固まってるこのまま何人でも相手になるぜ無理をするな、もう息も絶え絶えではないか。ああ、これそっかそっか。来ましたね。藤川喜友、伊達さん、ハモっちゃった。神宮教兵、今四課が逮捕状を請求した。うん、総収賄、銃刀法違反、殺人教唆、お前はもう終わりだ。終わりだ。証拠は何もない、当たりだ。おお、うつうつ。やめろ、ダメだ、伊達さん、ここじゃ町に転落する。うん、くそ、伊達さん。こうなった以上、全員死んでもらうほかない。覚悟はいいね。とっくに、とっくによ。はい、神宮恭平、こう BGM めちゃめちゃいいわ。まあ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 、周りの雑魚から倒しましょうか。痛い倒しましょうかとか言っていきなりやられちゃうっていうね。よし、この人だけかな。あとはよいしょ。あ、なんか意外とガードするね。この銃は、あ、弾入ってるか。あ、投げちゃった、間違えて、弾入ってる銃を投げちゃった。大丈夫かな、倒したかな。まだいるか。そしたら、ん、これこっち行っちゃっていいんだっけ。あ、オッケーオッケーオッケー、イベントになったね。よし、これ強かったっけ、この人この人強かったっけ。あら、逃げちゃうの。あれ怖そうだよね。よくさ、映画とかさ、漫画とかでもあれあるけどさ、怖そうだよね。あのはしごにだたれて離したらさ、あー怖い。ちょっと火縄封じよ、火縄。オッケーオッケー。あ、ちょっとあなたじゃなかったんだけどまあいいや、誰でもいいか。こっちの、こっちの人が良かったけど。オッケー、倒した。いや、まだいるな、まだいるか。いたいたいた、この人で終わりかな。よし、じゃあバシバシ撃っちゃって、ああ一発だったバシバシ撃って倒そうと思ったら一発だった。オッケー、あ、まだいるね。よし、よいしょ。別のゲーム、痛い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 、別のゲームになってます。よいしょ銃強いよね、龍が如くの中でも。なんか龍が如くの世界だとちょっと素手のが強そうな気もするんですけど、銃めっちゃ強いよね。今一撃だったもんね。この MIA のハンドガンが強いんかな、もしかしたら。なんかアイテムとか落ちてないんだっけ。お、並んでる。これこの横の人が強いんじゃなかったっけ。横の人強かった気がするな。お、いいね、横の2人が強かった記憶よ。神宮って避難封じできないよね。できるかな、ボスみたいな人ってあんまなんかできるイメージないけど。こ、みんな銃持ってんのか。横の人は避難封じできんのかな。よいしょ、怖い怖い怖い、やめてやめて、痛い痛い。ちょっと一回回復しよっか。強いな、銃が痛いな。ちょっと待って、いや横の人やっぱ強い、強いっていうかさ、銃ひどいよね、銃ひどいよ。そんななんかノーハンドで撃てるのみんなノーハンド。ちょっと回避して、回避して。うーん、強いね、横の人強いな、これ。いや、これちょっと待って、いや、やっぱ今までで一番難しいな、横の人めっちゃ強いわ。なんとしても早く横の人、この銃を倒したい。銃が痛すぎる。ちょっと強いよ、掴めないよね。いやー、後ろ後ろ回れ、なんか投げてくるし、どういうことなの。やめて、やばいやばい、死んじゃう死んじゃう死んじゃう。これ死んでコンティニューどっからだ。うわ、これ意外と回復、あー、ひなふじいける、よかった。回復がちょっと、やっと一人減った。
おいしょ、ひな富士じゃないや、トロ落としいけない、いけた、銃でトラ落としいけた、銃のタイミングで、お、そうだよね、そうそう覚えてるわ、そうなんですよ、生き返るんかいっていう、まあまあ死んでるわけじゃないけどさ、そうなんで、横の人が、まあでも銃ではなくなったのかな、なんかでも投げてくるな、神宮がなんか投げてきてるのか、やばい、これちょっと回復足りるか、落ちてるかな、なんかヒートアクション出せない、なんだボタンアクション違うか、お、押したと思う、まだ来る、かっこいい、おお、めっちゃ溜まった、なんかヒートアクション出ない、同じタイミングだったよ、ヒートアクション出ないかな、出ないね、あー出そうだけど倒れちゃった、ヒートアクション出ませんこと、なんか出そうなんだけどね、おお、めっちゃ吹っ飛んだ、めっちゃ吹っ飛んだっちゃ、吹っ飛んだっちゃだって、なんて言ったの吹っ飛んだっちゃ、痛いな、ひな富士神宮にも当たるんかな、やばいな、意外と体力ないな、やってみるか、まあ無理かもしれないけど、いけるいける、あ、いけるいけるいける、いけるか、よかった、おお近い、意外とトラ落とし当たんないな、よいしょ、ちょっと来ないで、そんなみんなで一緒に来ないで、タイミング難しい、違うのか、もうちょっとギリギリか、うん、あ、一人倒した、なんだかんだ一人倒した、掴める、無理か、なんだのその銃の撃ち方はなんか誰かに似てるな、そんな人いたよね、アラセの兄貴とかかな、トラ落とし当たりそうなのにね、この動き難しいタイミング、 OK ナイス、あとはあなたと二人よ、あんまりこの人は強くなかった記憶あるけど、どうだろう、まあまあでもハードですからね、 OK、 あーなるほど、じゃあ、うわもうあんまりないな、あんま使いたくないけどね、まあまあまあ倒そう、とりあえず倒そう、まあ落ちてるかもしれないけど、ナイス、極めえ、かっこいい、そしてまだヒートゲージがあるので、パッドの極みとかですね、あーあー、ちょちょちょ、お早く、ちょっと桐生さん、桐生さんが止まらないのよ、桐生さんたまに止まらないからさ、全然キャンセルできない、オッケー、あとちょっとかな、踏んどこ、それ 銃のタイミングでトラ落としいけないかな、あ、ナイス、オッケー倒しました、ふう、やっぱ横の人たちが強いのよなね、